when you're up against the wall and you cannot fall. So go, go. しまっていきます。お皿のないタイプを積んだ方がいいかも。本当にガチャガチャめっちゃ言ってて、綾乃は
とりあえずお家にある電子レンジを試しに持ってきたんだけど、お皿がガチャガチャ言ってうるさい。もう工具箱でなんか踊ってんのかなって思うぐらいガチャガチャ言うから、お皿のないタイプの、まずね、お皿のないタイプの電子レンジを選んだ方がいいと思います。そんな感じ。とりあえず出発します。でもね、マジで圧迫感もすごい。電子レンジがね、電池は全然1800なんだけど、全然なんかこっち側に全部あってすごい使いやすそうだなって感じなんだけど、もう電子レンジの圧迫感が半端じゃない。はこんな感じ。スパゲッティ。夜ご飯はね、こっち食べたいなと思ったんだけど、凍ったままの商品を蓋を点線まで剥がしてトレーごと電子レンジで加熱してください。はい。でもさ、コンセントが届かなくね、これ。延長コード必要だわ。マジで。こっちに。引っ張ってきます。で、つなぐ。待って、硬い。今 100% です。これはなんか押すとかないのかな。これ何？ AC？ あ、これが DC でしょ。こっちが AC だからこっちつけるのかな。これを点線まで剥がします。もう速攻で失敗したんだけど、あ、めっちゃいい匂いするんだけど。金のカニトマトクリーム、もう絶対うまいやつやんこれ。で、電子レンジ、まあいいや、ここに入れます。これ何ワットなんだろうね。500ワット6分20秒、なかなかだな。電子レンジ6分20秒スタート。こっちだ。お、使えた。へえ、あ、でも便利かも。あ、820、30使ってます。まだ 100%。 6分使ったら何パーまで減るんだろう。6分20秒。あったかくなりました。めっちゃあっちゃあちゅう。美味しそう。ちょうど 90% 残りました。6分20秒電子レンジして 90% 残りました。これさ、置き場所がちゃんとあればいいかも。はいね。ちゃんとあったかいよ。まあそりゃそうだわな。でもこれさ、めっちゃ節約になると思う。もうさ、夜のうちにさ、夜ご飯も作って、お弁当も作って、で毎日やんなきゃいけないじゃんね。それがさ結構大変なんだけど、電子レンジさ、旦那さんのさ
車に積んで、だってこれ200円とかでさ、ドンキの方でだったら200円とかで買えるじゃんね。そしたらさ、チャーハンのやつとかさ、めっちゃいいじゃん。これいただきます。めっちゃ美味しい。え、これいいな。棚欲しいかも。電子レンジ置ける。ちょっとね、この置き方だとめちゃくちゃ狭い。だからさ、助手席の上に棚つけてる運転手さんと結構いるじゃんね。つけてる運転手さん。で、きちんと固定して積むとか、助手席の後ろ潰すとか、すればめっちゃいいかも。うまっ。めっちゃうまい。結構さ、運転手さんのお友達にさ、あの電池あれいいよなって言われるの、あやのね。で、あやのは結構コテとかドライヤーとかアイロンとかネイルのライトとかそういうの使うの多くて、あと寝るときに携帯充電したりとかパソコン充電したりとかが多いんだけど、え、なんで欲しいのって聞いたら、ほぼほぼ運転手さんが口それっていうのが電子レンジだったんだよね。でもちょっと狭い。特に冬なんだけど、冬、コンビニ寄って、だけど駐車場に雪で入れなくてとか、車が多くて入れなくて、トレーラーがでかいからね。本当はお蕎麦とか、温めるお蕎麦あるじゃん。つゆちゃんとなっててさ、チンして食べれるお蕎麦とかラーメンとか、とかパスタとか、あやの基本的に麺類しか食べないんだけど、買いたいんだけど、そっから30分走らないとちゃんと泊まれる場所がないとかっていう時が結構あって、そういう時にさ、買って30分走っていいとこ泊まったらチンして食べるってことができるから、これはいいかもしれない。男にモテそうな、男にモテそうなおつまみです。
麦がうまい。もうお腹がちぎれそうなほどお腹がいっぱい。よいしょ。マジで本当に寝る場所ないんだけど、 87% 残っております。ここにシガーソケットがあるから、ここにぶち込む。うで、この DC を押すんでしょ。は？あ、でも冷蔵庫はついてる。あ、もう冷えてるからだ。これエコモードにした方が良くない？これをエコモードにして、あれ、何なんないんだけど、え、どういうこと？え、あ、これでエコモードになりました。どうしよう。これで明日の朝まで持てばいいですね。電池がトレーラーを運転しております。だったとして、10、11、12、1、2、3、4、5、ちょうど8時間冷蔵庫をね、まあ、冷凍の状態でやって、今マイナス4度です。え？あれ？86とかじゃなかった？全然使ってないわ。あー、冷え切ったらあれなのかな。とりあえずさ、冷え切ったらさ、あれなのかな。あ、でも夜中中冷凍庫つなげてても余裕でした。とりあえずそんな感じ。出発の準備をしてトイレ行って出ようかな。まだね、お腹空いてないから。
下は、溶けてない。なんで？え？なんでなんでなんで？
テーブル代わりに使うとか、あとは棚を上に作ってその上にきちんと固定するとか、なんかしないとちょっと置けないかなって思いました。 24V を 100V に変換するなんかがあるらしいんだけど、火災になったりするのが多いって。それで今の運転手さんってつけてない人結構多くて、まあ、そうなると電池がやっぱいいよねって言ってました、みんな。でも電子レンジと電池の組み合わせはちょっと過去一いいかもしれない。ただね、あの綾野走ってて感じたのが、とりあえず電子レンジの中にお皿があるタイプはやめた方がいい。こう真っ平らでさ、お皿ついてないタイプってあるじゃん、あれの方がいい。じゃないとずっとガチャガチャ言ってる。散り出したら車が汚れる女なので、ちょっと会社に戻ったらお掃除しなきゃなって感じ。ちょっとこのままでは電子レンジ詰めないかな。本当にヘッドの中汚ねえわ。バッチチやバッチチ。はい。